鍵盤をじっくり見渡してください並び方に法則性があるように思いませんかすぐにわかるのは白い鍵盤白鍵と黒い鍵盤黒鍵が交互に並んでいるという点でしょうでも所々に黒鍵が挟まっていない箇所がありますよねこの黒鍵が挟まっていない箇所に注目して もう一度見直してみると白黒白黒白の短いグループ A と白黒白黒白黒,白,黒白の長いグループ B があることがわかります。そして、どの鍵盤は グループ A の左端にありますさらに左右に目をやるとこのグループ自体が交互に並んでいることに気づくでしょうピアノ88件のうちにグループ A は7つありますからどの鍵盤も7つあることになりますグループにはなっていませんが一番右端の鍵盤もドなのでピアノには 8つのドの鍵盤があります。鍵盤の左端から数えて、4つ目のドが、8つあるドのうちでも最も基本の音となる中央のドになります。中央のドの鍵盤を人差し指で弾いて、音の高さを確認してみましょう。